ってさ、コップ毎回ダイブやってるじゃないですか。ちょんだら入れようと思うんですよ。いいね。おお、いいね。あれ、なんでちょんだらなんか隠してんの？今回、この前動画前田さん回ってきたじゃないですか。ちょんだらやりたいっていうのが増えてきてますからね。好きじゃない？ちょんめぐやろって。だから渡嘉敷さんはちょんだら恥散らできるけど、俺たち恥散らができないから。前田さんは一回やってないから考えます。どういうこと言いましょうね。どういうこと言いましょうね。どうぞ。そんだらじゃあ明日のライブで、明日のライブで、今日のライブも良かったけど明日のライブで。そうだね。ちょっと帽子かぶっていいじゃん。ちょんだらのなんか心得って何ですかね。チームも萌える赤じゃない。チームも名誉も捨てること。萌える赤。これ俺もちょんだらできますから。大丈夫だよ。大丈夫。これまでがそうだね。今頃です。これまで。飲み会とかやる。これ飲みますよ。今度これ小さくなるんでやりましょう。時々さんにね、ちょんだらやったら。ねえ、ね、時代は変化してるみたいな。どうしても引き込みたいのね、二人は。そうなんです。時代は変化じゃなくて進化してる。スリーガガでいくの。スリーガガ。チョンダラガラガラ、スリガガだったらけ、ヒンガチョンダラの歌っていうのも作られたよ。チョンダラ、チョンダラの歌、チョンダラちょっとない、ないでしょ。ちょいっと出ましたよ、さはいな、はい、吹いてるやつ。やっぱミニオン風味が。いや、今日もいっぱい写真撮られたじゃないですか。そうね、普通になかなかね、写真撮ってくださいって、やっぱ撮るよ。映像を撮りたいと思います。終わった時は、始まる前と終わる時、大きな拍手がいただけると嬉しいですね。はい、お願いしますね。おまだちょっと弱いですね。いつもだったらいっぱいなんで普通でいいんですけどね。じゃあ行きますよ。音撮りますよ。ありがとうございます。こんな感じです。グッドです。で、終わった時は、そう、終わった時にこれが入るとはできるためにですね。じゃあ私がさりげなくこうしますからね。その時にお願いしますよ。じゃあ行きますよ。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、ガイズ、本日は桜根にお越しくださいまして、リハーサルルありがとうございます。桜根には美味しい料理も美味しいお酒もいっぱいありますので、ゆっくり楽しんでいってください。また、沖縄は海も綺麗で、空も綺麗で、本当に人も温かい人ばかりなので、たくさん思い出が作れると思いますので、楽しんでください。
家賃社長社長社長チームも名誉を捨てましたレディーガラっていうのを言いますけれども私はチョンダガラと言いますのでぜひ覚えてくださいね沖縄はですね三大欲がありまして食欲、水力、海水浴というのですでは楽しくいきましょうあ、136万チョンダガラですじゃあ皆さんよかったらあの林さあゆいゆいってちょっと声応援お願いしていきますよさあ君はの中の茨の花が咲いはい一緒に参加してくださいねはい、はい、お届けします明日のユンとよっ